プロデューサーさん。えへへ、びっくりさせちゃったかな。ぼんやりしてたみたいだから、どうしたのかなって思って。そっか、最近忙しそうだったもんね。お仕事、お疲れ様。お私も確かに、最近特に慌ただしかったもんね。でも、明日はしっかりオフをもらってるし、そこでちゃんとリフレッシュするから大丈夫だよ。 プロデューサーさんはどうプロデューサーさんも明日がお休みなんだ。あ、それなら。よかったら一緒にお出かけしない二人でのんびりと。<laughs> ありがとう。私ね、ちょうど行きたいところがあって。明日一人で行こうかなって思ってたんだ。でも、プロデューサーさんが来てくれたらもっと楽しく過ごせそう。一緒にのんびりできたらいいな。<laughs> 楽しみにしてるね。プロデューサーさんも楽しみにしてて。きっと癒されると思うから。それじゃ、また明日ね。ふ <laughs> ふくすぐったいよ、鳥さん。もう、どうしよう。こんなに来てくれるなんて驚いちゃった。でも、こうして肩や手に乗ってくれると、暖かさが伝わって。<laughs> 心の距離も近づくみたい。みんな可愛いなプロデューサーさんも鳥さんでいっぱいになってて可愛いよ。<laughs> なーんて。この子たちも優しい人がわかるんだね。ここで過ごしてると、時間ものんびり進んでくみたい。慌ただしい毎日が続くと、それが当たり前になっちゃうけど。やっぱり来られてよかったな 元気いっぱいに咲いたベゴニアの花に、色とりどりの鳥さんたち。それから、何より、プロデューサーさんが一緒だし。一人でいるより、リフレッシュできるって、変かなでも、私はぐんぐん癒されてるよ。プロデューサーさんもリフレッシュできてるみたいでよかった。今日はたくさん癒されて、明日からまた、一緒に頑張ろうね。